早朝3時、送迎バスで移動します。タタンボースキー場に到着。バスが道に迷い、到着が遅れてしまいました。53キロ地点の営業へ、荷物を送ります。まだ薄暗く、月が見えています。停車中の皆さん、おはようございます。目立てば出走証明書を集めております。皆さん、おはようございます。ようこそ南都市。そしてこのパラリンピック一日、本当に皆さんと一緒に楽しんで苦しんでかもしれませんが、やっていきましょう。スタッフ、ボランティア、一同皆さんと一緒に大会を盛り上げていきます。よろしくお願いします。どうぞ皆さんにメッセージをお願いいたします。皆さん、おはようございます。どうやら私は50キロからスタートになってたみたいなんですけど、せっかくなんと100キロマラリンクという100キロの大会ですので、ぜひ100キロを最初から皆さんとスタート一緒にさせてくださいと、して今回ここからスタートさせていただくことになりました。スタート時間も迫ってますので、挨拶はこのぐらいにして、また皆さん走りながら会話も楽しんでいけたらいいかなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。長丁場になるかと思います。スタートは4時30分の間もなくスタートです。準備体操などよろしいでしょうか。4時30分、100キロ部門のランナーたちはタタンボースキー場を一斉にスタートしました。目指す日地点の福野行政センターまでは山岳地帯を通る過酷なコース。急な勾配に加え6月の高い気温もランナーたちを苦しめます。コース上に数カ所あるエイドステーションでは、地域の特色を生かした食べ物などおもてなしが用意されています。世界文化遺産の合掌造り集落や田園地帯など豊かな自然と文化を味わえるウルトラマラソンです。なんと100キロマラニック、ここから長い旅の始まりです。この大会では深夜2時30分にスタートするアーリー部門もあります。どちらも18時30分までに100キロ先のゴールを目指します。スタート直後は
火山棒スキー場からの下り坂、はやる気持ちを落ち着かせ、軽く体を慣らしながらゆっくりと下っていきます。コースの右側には見えませんが、庄川が流れています。だいぶ参加者の感覚がばらけてきました。コースは山沿いを進むため、トンネルが多いですね。橋を渡ると、その先は、菅沼合掌造り集落です。菅沼合掌造り集落を走り抜けます。一気に、昔へタイムスリップした気分になりますね。分かりにくいところにはしっかりスタッフさんが案内してくれます。冒険してる感じでワクワクしますね。ありがとうございます。早いよ。すみません。今から落ちてきますから。ありがとうございます。さよなら。
川のせせらぎの中、五箇山を走るって最高ですね。後ろも撮影しています。はい、ありがとうございます。ヘイドです。あ、大丈夫です。はい、ヘイドです。こんにちは。この辺りは、コキリコの里らしいです。国指定重要文化財が集まる場所ですね。はい、ありがとうございます。朝日が眩しい。一気に目が覚めますね。幻想的な景色、素晴らしい景観です。ここは藍の蔵学生作り集落です。まるで日本昔話の世界ですね。素敵な合掌造りの家屋に圧倒されます。国道304号線に出ました。そろそろエイドが近いかな。ああ、松田さん、来てたんですか。足ちょいて、ちょいてよ。大丈夫ですか。マイキューどこまで。まだ優勝狙えるからね。まあまだね。まだ15キロくらいですから。松田さんと話しているうちにエイドが見えてきました。ちょっとだけ、はい、いいです。はい、ああ、アンパンね。グッドラック。ついつい遠くの山々を眺めてしまいます。この先、山岳地帯に入っていきます。登り区間は無理せず、マイペースで。歩道がコース、段差と雑草に注意が必要です。笑える。そのままで来るのあとちょっと緩くなりました。
まだまだ続く登り区間、呼吸しましょう。無理無理、半分ぐらいじゃん。はい、ちょっとだけ。はい、はい、OK。 はい、びっくりしちゃった。足が足が痛い。トンネルの前にライトを渡されました。トンネルはかなり暗くてライト助かりました。トンネルを出たところで野尻あずささんに追い越されました。野尻さん、めっちゃ脱力ランニングですね。山陰は涼しくて走りやすいです。足の裏がもうパンパン。頑張ります。ファイトファイト。だんだん熱くなってきましたね。日陰のトンネルは本当に助かります。のおかげで迷いません。ところどころところどころ。お疲れ様です。いただきます。はい、
戸田合唱文化村へ突入です。戸田の山々を眺めながら進みます。42キロ地点、ようやくフルマラソンの距離ですね。マジで早すぎない？冷たい。松田さんに、はい、僕もさっき抜かされました。まあ暑い。順調ですか？ここ行った、ここ行った。食べてますか？食べとるよ。僕も食べよう。快適なエイドでした。とても回復できました。下り区間は足取りも軽いです。日が昇り、6月の太陽が容赦なく降り注ぎます。快適に戸田の山を下っていきます。今井さん、膝痛いって言ってたけど大丈夫かな？ここの GPS と2キロ違ってるんですけど。もうちょっとで麓ですよ。時間はまだ余裕あるし、マイペースでウルトラを楽しみましょうね。やっぱり山陰は涼しくて走りやすい。さんさんと降り注ぐ太陽に体力を奪われます。涼しいトンネルがありがたいですね。最高気温 28.7 度、ランナーにとっては厳しい暑さです。環状寺公園の頂上が折り返し地点のようです。環状寺公園の頂上は50キロ部門のスタート地点です。やっと環状寺公園の頂上に着きました。頂上には50キロ部門の参加者が集まっています。はい、景色もありますし、はい、水もありますんで、はい、ゆっくりしてください。はい、すごく眺めのいい場所です。ゆっくりしたいけどそうも言ってられない。50キロコース出場の皆さん、選手はお出しになられましたでしょうか？オレンジ色の T シャツを着ましたスタッフが集めております。必ず提出をお願いいたします。ことを左折でようやく待ちに待ったエイドです。お疲れ様です。ナイスライト。
ヌクーヘンとポークダンカそうめんあります。食べれるやつを食べて麺にしてください。あと途中途中食べながらでマフィンとかもあるんで。ありがとうございます。50キロ部門がスタートしたみたいです。画面の奥にランナーたちの姿が見えますが、ちょっと遠くて見にくいかも。市街地の気温がすごく高いです。55キロ地点のエイドに到着しました。瑞泉寺へ続く道、綺麗な石畳です。瑞泉寺に到着しましたが、時間がないので先に進みます。映像が見えてきました。鬼太郎のコスプレランナーさんがいますね。後半のコースは田園地帯が広がるまっすぐな道。暑いっす。もうここが腸径が痛い。行きますよ。61キロ地点のエイドに到着しました。暑さでかなりフラフラします。ガッツで走るしかない。イエイ。ガッツで行くしかないっす。もうね、逆撮影。足は痛いし、暑さでフラフラだけど、走れるところは走る。コースマップに載っていないエイドです。施設エイドかな。後半はエイドごとに頭に水をかけています。エイドが見えてきました。ここはマップに載っている66キロ地点のエイドです。上花方面へ向かいます。ゴールまであと34キロ。ひたすらまっすぐな道が続きます。かなり疲労がありますが、71キロ地点のエイドに到着しました。ヨーグルトいかがですか。忘れていたところに上り区間が現れました。足が前に出ません。
どうやら施設エイドのようですね。本当にありがとうございます。熊注意の看板、今出てこられたら逃げられない。77キロ地点のエイドに到着しました。多くのランナーがいますね。桜台池を回るコースのようです。50キロ部門はここを2周するみたい。1周約3キロ、地元では人気のランニングスポットだそうです。桜台池、ボート遊びや釣り、バーベキューコーナーもあって、家族やカップルでいろいろ遊べる場所のようです。すでに体はボロボロ、ペースが上がりません。とても賑やかなエイドに着きました。ナイスランナイスランナイスラン。大丈夫ですか？頭大丈夫ですか？かぶります。はい。お疲れ様です。なんとか90キロ地点のエイドまで来ました。あと10キロ。痛む足をかばいながら前へ進みます。ゆっくりでも走り続け、なんとか残り1キロのところまで来ました。あのオレンジ色のボランティアです。間に合わなかったもんさ、やばい。さあ最後の力を振り絞って、もう少し、もう少し、頑張れ頑張れ。お疲れ様でした。頑張りなさい。はい。首。ガラスなので気をつけてください。いない方はそちらの方にいたりに来てください。
ます。諦めずにこのゴールを目指して頑張りました。お疲れ様でした。初めて脱水症状になったし。さあ最後のスイーパーがゴールです。さあみんなのアーチをくぐって。さあ諦めずに走ってきました。お疲れ様でした。皆さん、ありがとうございました。暑かった、暑かった、暑かったね、暑かったし、セミ鳴いてたじゃないですか、セミ初めて聞きました、今年あー、疲れた、今日は疲れた、疲れた、今井さんとデッドヒートすると思ったなんかやっぱ、留守番って感動だよね最後の感動さがめっちゃいいくない、この終わり方頑張ったからですよ